お疲れ様です。今日ですね、こちらは迫撃がやってきます。さあこちらですね、現環境最も流行ってるデッキだと思います。そしてですね、現在世界1位のプレイヤーも使ってますね。はい、もうみんなこれですね。まあなんか数枚、カスタマイズされた他の迫撃もあるんですけど、まあなんかヤリゴブリンがスケルトンドラゴンだったり、まあ、あとはねこの進化コウモリが進化ボンバーだったりかな、あとなんかマザーネクロが入ったり、盾の戦士だったり、まあ、なんかいろんなパターンがあるんですけど、まあ、主に使われてるのはこれかなと。いうわけでこちらやっていきます。タワーはブラスターですね。はい、まあ、とりあえず今の環境最強がこの迫撃かと思います。はい、なんで強いんだろうな。まあなんかムートがバランス調整で攻撃速度上がったっていうのもね、まあ小さくはあるんですが、うん、まあそういうとことか、まあなんかわかんないけど強いらしいです。はい、ってことで、まあ来シーズンバランス調整はないので、まあ今シーズン強いデッキは基本的に来シーズンも強いかなというとこなんですけど、まあ進化メガナイトと進化ペッカがね登場するので、なんかそういう部分ではまあ環境は変わる可能性高いんですけど、まあそこに対しても強そうっていう、このペッカとメガナイトにも全然ね戦えそうなんで、このデッキだと全然それもまた強そうっていう、このデッキが来シーズン使われない理由がないっていう気がしてます。はい、まあ迫撃砲が緊急火砲とか、まあ絶対ないかんのどう考えても来ない、来てもねいいレベルには強いと思います。はい、迫撃自体もそう、また穴あめとか、まあ、ブラスターとか、まあ、何かが火砲されればちょっと使用率は下がるのかなというとこですが、うーん、難しいな。だから絶妙に加砲されなさそうな、まあまあまあ強いの集まりみたいなデッキしてます。はい、まあ、今回の相手もムートが入ってますよというの工場でしたね。まあ、人気デッキか。対空はエレキと、もう一枚な、まあマジアシャとかじゃなければ、ペッカなの。さあ、ペッカムートね。恐ろしいよね。そんなことある。まあ、迫撃あんま通んなさそうなので、防迫とかして、ちまちまネチネチ削ってもいいかなっていう。すごいな。まさかのね、ペッカにプリンスが入ったりとか見たことありますけど、ペッカにムートは初めて見たっすね。突破できなそう。ワンチャン事故らん？え、熱い！いや、このディガーで削っていきますよっていうね。いや、これでちょっと勝てそうなの意味わかんないもんな。やばい、やりこぶか。無能すぎた。イモります。まあ攻めがね通んなそうなんでね、ちょっとまあ迫撃とか最近流行ってるというか、まあ多いんでね。許容できそう。怖っ、危ねえ。マジで怖すぎる。進化工場今の、いやダメで、ネチネチして耐えるか。もう暴白です。なんか最終ディガーと、まあそれこそさね、防衛ん、ディガーと穴あめとかで削れるんでね、もう芋っちまえば勝ちみたいなとこあるんでね。迫撃のムートか、残んねえか。いやー、まあ熱い。さあディガーで削って、いやダメで、おいというのでアホ強いです。行かれてるか。ペッカムートね、いやなんかまあムートが多いというわけではないが、
まあ、トリマ迫撃砲が多いので、まあ、そこに対して強い、まあ、ムートとか、まあ、なんだろうね、思いつかないけどがちらほらいるっていうイメージですね。さあもう正直一回も攻め迫撃はしなくたっていいぐらいのデッキです。これはマジいらなそう。まあ、してもいいんですけどね。てか、なんならした方がいい場面もあるんですけど。なんかまあ、ロイジェイとか、まあさっきみたいなね、あんま攻めてもムートで通らないとか、相手によってはもう一回も攻め吐くせずに一生守って守って守って、まあなんか余裕があったら迫撃で攻めるぐらいで、一生引きこもるだけでも強いイメージあります。ハイボ型か。ハイボ型やボイド型やね、いろいろあるんでね。なんかこういうの攻め迫してもねちょっとうざそうですけど、シンカロイなんでね、おとなしく守ろうと思います。もう守ってムート残したいけどな、ムートにファイブを打たれるとカウンターにあんまつなげれないのはね悲しい。いやーいいいや、これだけでさ相手してしんどいもんなっていうので、スケキン強。いやこれ攻め迫だったかなっていう気がしますね。進化コウムリもったいないね。ウィザードだけどファイボなのか、ちょっと混ざってんな、嫌だね。攻めちゃおう、ここに来てね、進化迫撃だけ攻めるっていうせこいスタイルでいきます。いやウィザードマジで無理なんで、あれ一回こう諦めてもいい。多分そんな入んないと思う。許容できる。よし。いやーそれ強すぎるな、さっきから。これテンプレってファイボとフェニックスなんですよね。なんか混ざってんすよね、だから戦いづらい。だからいやでもちょっといいダメージ入ったんじゃない、左側。いいね、耐えていこう。耐えたら最終ディガヤナメあるんだね俺。ここファイバー当たんない位置っすね。やべ、こっちは願った。ウィザードやっつけろ。頼む。ワンちゃん待って、待って、スケキ入った、やばっす。666おめでとう。
うまっ。いや、でかすぎるな最後。ラッキーしたわ。いやでもね、本当にまあウィザードやね、マザーネクロや、まあ、マジックアーチャーはややキツではある。まあディガーやな雨でディガーやな雨でなんとかするギリギリみたいなね。わ、でか今の、マジか。進化迫撃だけ攻めてあとは陰キャみたいな、もうそんなんでいいんだよな。さあフェニーね、まあロイジャイもあるしゴブジャイもあるね。あんま無理に行かなくてもいい。昔はねめっちゃ攻めるの強かったんだけどな。いやもうかわいそうすぎるこれ、俺がかわいそうなのか。いや毎週はなんか悪くないか。悪くないのかな。うっうっ、まあ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 、インディンディチチ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 チ多分いないんすね、今回の人は。エリクサのアドがやばい。多分今8コス9コスある。マジアドがやばい。まあ、やりゴブコウモリで頑張るか。なんかもう攻めなきゃね。やばい、ケツラボされて苦しい。一生攻めてやる。ババね。今相手はスケドラを持ってますよと。ムートギャングをやりたいんだよな俺はね。相手呪文やなめだったな。うぅ、嫌すぎるそれ。このやりゴブリン。このやりゴブリン。やばい、延命したい。やばい、ごめんねー。めっちゃラバ出したそうやん、右に。俺ラバ出されるとちょっとまずいんでね。その、攻めないでほしいっていう、攻め。やなめ2周とか、え、イエイ、え、待って、え、だるあれ俺勝ったと思った。待って、最悪だ、もったいな、なんか、いやーもったいねーなー。まあなんか光栄がだるかったか。ホバ、スケドラ、フェニカ。全然勝ったと思ってたな。負けてた。ブラスターね。ザップね。てかミラー対決とかもね、よくあるんですけど、ザップだったんで。さあ、これは美味しい。からの、生命白とかやっちゃって、同じコンボもザップだったんですよね今、まあ、ちょっと違えな。でもラバか、めちゃんこラバっぽい。痛い、ちょっとやばい、やだめのタイミング早すぎた。ザップ、でもザップ、ザップって何？珍しい。ボイドザップ。ラバ。スケキン。いや、なんか、あんま見ない方すぎてさ。何これ。
これチンパンじゃないですか。いやこれ防衛してくれないかな、結局めんどくさいっすね。これか。ふん。ゴレもね、この迫撃に勝つためになんかめっちゃ増えたっすわ。そんな多い感じでもなかったんだけど、この迫撃が強すぎてみんなそこに勝てなくてなんか増えたっす。でげえ。守れないよね俺。守れる自信ない。ああ。もうサンステルの時点でやばいもんな。ボイドヤナミザップ。どんだけこの迫撃嫌いやねんっていう最近のゴーレムは。2500か。ボンバーとか欲しくなんな。なんかまあいっぱいね、その小物を散らばせて。うわー、なんか大変だこのマッチ。スケドラも強いし。守れば。頼む。あぶねえ、もうマジできついわ。スケドラ厄介ですからね、やりゴブコウモリギャングとかだとね。マジで耐えたわ今の。マジできついな。いやマジできつい。ボイドザップとかだったらな、なんか相性いいなってなるんですけどね。ボイドヤナメぐらいでも。ボイドヤナメザップはまずいな。サンスペやねん。最近なんか呪文のダメージも高いから、なんかゴブジャイとかもねサンスペだし、結構流行っちゃってるっすねサンスペ。今回の相手は遅延スケラかこれ。いや違う、ザップ？ザップって何？ふふふ、ベビドラボーラーでザップなことあんの？何これ？わかんないっすね。え？ゴレ？また？いや、エリオレのパターンも多少あるっすね。なんかめっちゃゴレっぽいけど。そんな来るかな？
まあでも増えたっすね。なんか全くいなかったんですけど、そのペッカが流行ってて、少し前はペッカが流行ってて、ああゴーレムなんかもういねえよっつってたんですけど、いやゴレックさ、ペッカに強いこの迫撃がめっちゃ増えて、ペッカもまあいるけど多少減ってゴーレムが増えたみたいな感じね。この迫撃に勝つために、まあ、回り回ってますよね。いやまあどう考えてもこれか、エリゴレかニエリエリジャイか2択か。いやこのムート噛みすぎる進化折りの役割をしてない。いやマジこのムートやばい、頑張りすぎてる。ベビドラをコウモリで食ってディガーからの迫撃、からのスケギンまで行っちゃって、もう流れが良すぎる。どれに使ってくんねえかな。ムートギャングの世界もある、まあ、延命したっていいか、やべできねえかいやなんかめっちゃきつそう相手、このガンガンね。よし、タゲがいいボーラーやな。でも、まあ、ディガで削る。いや一生俺のペース来てる。で相手のデッキは何これそこだけマジで知りたいんですけど、相手のデッキは何これ。ザックマジ嫌すぎる。しばけ、いや間に合ってるタゲ。マジで何なんやろうねこれ。何もないドッキリある。攻めカードトルネだけ、マジちょっとあるよなボーラートルネだけドッキリもマジで多少あります。え、はみ出てる、でかすぎるこのダメージ。終わったやんえ、何にすかこれ。いや多分ゴーレムだと思うんですけどね。ゴーレム忘れちゃったか。あやべ、メインの忘れた。ちょこの後見るわ。カズッコリズッコリブラスターね。まあミラー対決もあるよね。レイジレイジ、相手のデッキ分かんない時にレイジ組んだら一番萎えるよな。あ、ロイジェイかな、ゴーストボンバー的な。ロイですね。なんかまあ文句かゴーストか分かんないけど、まあ、ちょいちょいいるね。先に置いて、え、ムートこれタワー殴んねえかな。やる気の問題か。さあボンバーのフェニックスでゴーストいたよな、いたっけ、見てねえな。文句かゴーストか。まあ俺はおとなしく暴発しようかな。次進化ロイなんでね。イモります。美味しい手玉し。まあファイボですね、さすがにね。ブラスターなんでね。まあここレイジないんで今、まあ来ても即ユニット大量で、相手もなんかめっちゃゆっくりだ。え、ロイジェイってこんな攻めてこないっていうぐらい攻めてこねえな。ムートが惜しい。
やばい。マジでネチネチ試合なんですけど、でかい。これ1個上にしとくのはね、ファイブを避けれるんですよね。イモリは勝ちですか、ね、さあマジ5分間守ってるか。正直そんな内容ではあるけど、まあ守れるんでね、突撃硬すぎてブラスターも、はい、まあ、タイロイは一生守っとけばいいっす。そんでさっきの相手はスケラでしたね。ザップだったからスケラとか思わなかったな。やばいな、タルババザップ遅延スケラ新しすぎんな。どう考えてもゴーレムではあったスケラでした。はい、ウィル X。うっとー、なんだろうね。まあ、マジアチャドリルとかはいるんで、そこだけケアして、禁忌されないようにしたいね。お？いや、マジでそれか。どう考えてもマジアチャドリルやん、これ。ふふふ。うっとこないで。いや、マジアチャドリルか。まあちょっとだるいな。スケトラとかだったら俺強いんだけどな。なんか雑に迫撃置いちゃうとマジアチャで射抜かれちゃうんでね、それが嫌なんですよね。また相手のマジックアーチャーに手が届かない、これまずいっすね。いや、いいやりごぶや。まあ、これだけでちょっと強いか。いや、でかい、左にダメージ入ってんの。しかもマジアチ左行ったのもでかい。なんか流れがいい。待って、ミスった。トルネではあった、俺の中では。強すぎるボムタワー、どうなってんの。進化ドリル始まり、マジアチャトルネが。やばい、このやりゴブリン天才すぎる相手。
コウモリがもうちょっと頑張れたらな。やばい、これこの位置じゃなくてよかった。惜しいな、ちょっとありそうね。でもマジでチャーホきついけど、ありそう。相手甘えてる。これいやでももう強すぎるか今の相手のな、ワーマイめっちゃでかかったんだけどな、結局みたいなとこある。限界惜しいな、ちょっと未来見えそうでしたけど。マジやちゃんまあまあ、この迫撃がめっちゃいる中でもマジやちゃドリルは生き残ってますね。マジやちゃが強えんだ。まあ勝てないことはないけどみたいなね。いやもう同じようなんや。こんにちはミラーっぽいな。ミラー対決はね、まあ正直お互いダメージ通らないんで、まあディガーでなんかダメージ与えたもん勝ちみたいなイメージあります。はい、引きこもりますいや攻めなくしてもムート置かれるし、そう無理なんですよ。もうこんなんでいいんですよ。でディガーで、しかもボンバー型やん。ちょっとやだな。やりこぶ入る。背中がでかいか。いやまあまあまあ、やりこぶ型とか嫌だね。コウモリも嫌だ。スケトラ型とか特に嫌だね。ふふ、上位互換みたいなのがある。強すぎる、ムート。ボンバースケドラか、ちょっとまずい気がすんな。ボンバースケドラやだね。進化ボンバーをケアしなきゃいけないですね。今1回3回に1回ね。まあスケドラもちょっとだるいな。いや、美味しいんじゃね？狭くやんないしな。ふふふ、飛んなさすぎて。結局。まあ、だから、ディガー削り。美味しくね。相手あくびしてる余裕なさすぎん。
どんな状況であくびしてんの。なんか焦りのソウルコール。スケドラ無敵すぎる。いやーいい、頑張ってる。ふふふふ、決まるぞー。耐えろ俺、誰以外に勝ち筋ないです。キモすぎる。それしかできないだろ絶対に。まずい。絶対拾ってやる。おい、進化ボンバー強すぎなんですよ、スケドラも。さあ、同系統対決もね、勝っていきます。マジでディガーぐらいしか通ってないわ。相手もボンバーとかしかね、ダメージ入ってないんですけど、そんなもんです。さあ、というわけで、こちらね、玄関キャ最強、かつ来シーズンもね、絶対に強いので、今の間からね、ぜひ触ってみてください。チャンネル登録も押したら押したまだね。